おっす。危なぁ、もうちょっとこけるとこやったわ。はい、ということで、青銅会館はじめ道場の大井はじめです。今日はですね、岸和田市にある、青銅会館高尾道場岸和田本部にお邪魔しております。それでは高尾先生どうぞ。おっす、キッズクラスですね。よろしくお願いいたします。お願いします。よし、オッケー。はい、オッケー。どっちの足から座ったらいいでしたか。左足。で、今つま先で座ってますけど、これ何座って言いますか。知ってる人。はい、ウケン君。正座。膝と言います。膝この形の、これ正座。はい、こっちの手からつきますね。はい、正面レイ、左、右、右、左、はい、そう、目つぶります。はい、頑張ってください。これからキッズ少年部始めます。おっす。おっす。おっす、遅いすいません。おっす。で、入って、まあ、荷物も取ったらほんま荷物な、奥、置いてください。荷物置いて、荷物置きました。そしたら後ろで、それだよな。で、後ろで、おっ、ここで黙想します。はい、後ろ入ってください。おっ。で、こうやって入るんで、で、分かった？おっ、まあ、遅刻するのは仕方ないぞ。でも、遅刻した時は必ず、遅れてすみません。おーって入ってくるね。わかりましたか。はい、10秒間。はい、30度見。はい、どうぞ。こんなん試合でやったら、この子疲れてるやつじゃん。もう次頑張ったら勝てるかもしれんと思うよ。でも、しんどくても平気な顔してくれる。あの子、僕しんどいのに、あの子全然しんどくない。怖いなと思うよ。ああ、これは、ではあんまり声出されへんからな。顔の演技をつけてください。1、わあ。2、わあ。まだあかんじゃない。ほらね、パーン、パーン、声出したかんで、3、まだ言うてませんよ、4、5、6、7、3、よいしょ。一回で回れる人、何人やってもらうかな。最後、おっ、せーの、くるっ、もう一回で回り直してたわ。こうやって、半分振り返ってね、半分振り返ってもう一回でも家で練習してくれたらいいです。でも、こういうところではやるなよ。こんなところで、ガーン打つよ。机の角っことか当たってあかんからな。そんな上げ受けやるときに、よーこらしょーってやったら、ガーンって叩かれる。行くで、冗談、上げ受け。はい、ガルくん、えい、高齢なんです。さすが、えい、でも、えい、えい、えい、3、これなんて毎日しないかかんないんで、毎日してるからこんなに違いますね。えい、3、えいか、さすが、10本を5回で10回いるんだ。覚えて、8、9、10って終わったら、次また2って言ったら、蹴るんで、えい、ダブルの先輩、その先輩、えい、
いな。構えて、えい、はい、反対、えい、少年部はこういうところに気をつけてるとか力を入れてるとかそういうところはありますでしょうか。あの私たちはあの遅刻とかさせない、うん、必ず遅刻したときは、まあ、一般社会でもそうなんですけども、うん、必ず連絡をする、はい、それで遅れてきた場合は、うん、はい、あの入ってくるときに遅れてすみませんって一礼をしてから練習に参加するという形を、なるほど、少々しんどくても、うん、まず来ることが大事なので、はいはい、で来だして一生懸命やっていけば週1回が2回になり2回が3回になり毎日来る子もという形でやっぱり強くなっていく人はあの一生懸命プラスほぼ毎日来られます。あ、子供たちにその空手を好きになってもらうのはダメですよね。おっす、もやっぱりみんなそう思ってるんですけども、厳しすぎると嫌になる子もおるし、ね、優しすぎるとちょっと気緩んじゃうんで、この辺のこのバランスの取り方っていうのは、以前コロナ前は、はい、あのとにかく大きい声を出すっていうのをやってたんですよ、はい、とにかく大きい声を、うん、あの基本的にあーいって出せば、はい、自然と体はついてくるという考えなんですよ、はいはい、あのちっちゃい声の子はやっぱりダラ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 、そうですよね、でも大きい声を出せば、うん、だん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 体がそれに、うん、便乗していって、そうですよね、テンションもだんだん上がっていきますもん ね、楽しくこう気分が高揚するというか、楽しく練習できるようになりますよね。うちもね、そういうね、口を酸っぱく言うんですけども、なかなか今回できたけどすぐ10分ぐらいしたらもう忘れて声ちっちゃなったりとか、試合に向けてはこういう稽古をしてますとか、そうですね、もうミットを多く叩いたり、うん、はい、まあ、組手もやっぱり選手の人は組手も多くしたりとかしてやります、はい、基本で今はちょっとコロナでやっぱり声も出せないので、とにかく一生懸命演技しろと、もう顔の表情とかね、出してるつもりで出してるつもりで演技して、あの高尾先生が昔あの体操してたというんですね、あの柔軟性がすごいですね。そうですね、高尾道場のシステムとしまして、はい、青から緑の時は柔軟が必須です。180度開かないとダメ。いや、全員達成していってますか。早く取る棒たちは達成します、うん、僕もね、昔は本当にね180度パッと開いたんですけども、年とともにこれ、ね、足の裏が張って ね、この骨盤がだんだん後傾になってきてるんですよ。わかります、わかります。いや、高尾先生、そんなことないでしょう。あります、あります。もう、やっぱり柔軟っていうのは毎日するのが億劫になってきまして、で、膝の靭帯を痛めましたので、はい、今度も曲げるのが相当苦しくなりまして、はい、でも、なんとか、道場生に行ってますので、もうこれは自分に夢中って、頑張っております。高尾道場として、これからこうなったらいいなというのがあれば、はい、お願いします。今の少年部たちなんですけども、はい、私個人としてはずっと空手を衣装が指導とは思わなくて、はい、空手をベースに
いろんな分野で活躍してくれたらいいかなと思っております。はい、もちろん勉強もそうです。空手を、突き詰めた人っていうのはやっぱり集中力もありますので、はい、勉強に行けば勉強も、はい、上がりますし、で他のスポーツも空手を突き詰めればいろんなスポーツができるっていう考えです。そうですよね。そういう形で運動能力を空手を通じて上げていきたいなと思ってます。僕もね、うちの道場生に言ってるんですけども、空手を通してその上達の仕方っていうのを学んでほしいなと。それはどこかのスポーツも勉強も一緒ですよっていうことが伝わればいいなと思ってやってるんですけども、まさにその通りだ。よかった、そう言ってもらえて。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。